オーカイスターレイル、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、軍を率いて来てくれるっていうんで、こいつらと戦いましょうか。消えてしまった。お、消したよ。問題ありません。来るべきものが訪れた。4人並んでんのめちゃくちゃいいな。お前だったの、タンス。お会いできて光栄です。大木様、あまり驚いていらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵士に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、お前自ら飛び出してくるのを待っていただけ。ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔音の身に貶めた。これらの大罪すべて獣王氏に清算してもらいましょう。大罪、私が罪を犯したというのなら泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命主にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたに過ぎません。それに何の罪があるというのでしょう。その時剣木の根は泉州羅布を包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。北条の賜物が九曹の泉州に降臨する、なんと輝かしい時代だったことか。それに比べて今の泉州のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。その上獣王氏には長命を諦めることを強要されている。ああ嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。しかしまだ機会はある。今から個性を取り戻して。ふん、どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。泉州の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王氏を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、泉州に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎないわ。お話になりませんね。大木様、あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択であると言わざるを得ません。大木様、仙人たちが成したことをもう一度お見せしましょう。これ俺が戦う感じなんだなっていう展開だな。バトル体験を改善しないと。ふん、2倍速ってこんなもん。王者再臨。君らはこの聖、これでも貸し出しでいいからさ、使わせてほしかったよな、この展開だったら。痛い目に遭いたいのか。はい、お別れの時だ。
よし、犬はやった。楽にしてあげる。だ。蝶と共に散れ、スタールインファントム。よし。あの世に送ってやる。はい、あの世に送ってやる。はい。ヘビーボーガンみたいなの持ってるやつ嫌だな。シリゾケ、はい、ガツンと来るやつで行こう。戦士を授けん。回復しとこう。償いたまえ。しつこい。な、ない。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。送ってやる。はい、はい、お分かりましょう。はい、私を楽しませて。よし、慈悲深き役王よ、我が元へ。君らに選ぶ。とりあえず真ん中メインでやればいいか。ガツンと来るやつで行こう。よし、いい度胸だね。バトル体験、2倍速ってこんなもん。こっちで入ったか。まあいっか。もうじゃ再臨。生死の変化、人国よ。な、デバフを解除でき、ん、読み切れん。楽にした。蝶と共に散れ、周りの雑魚からやった方がいいのかな。やっかよ、避け。ナイスヒーリング。任せろ。はい、うっとうしいわね。やっぱあれだね、デバフ解除できんのめちゃくちゃ優秀だな。負けつけ、私は死んでした。やばいやばいやばい。回復しよう。戦士を授けん。時期を読んだ、いい治療だ。償いたまえ。しつこい。ちょっと厳しい。ちょっと厳しいね。次、這い上がれ。ゾウ様、ここらにあり。始めよう。やばいやばい。君らはこの力について何も知らない。君らに選ぶ余地はない。やばいやばい。もうじゃ再臨。よし、私を楽しませてくれる。バトル体験、ふん、2倍速ってこんなもん。でっかい。やっかよ、避け。とりあえず回復はかかったけど、けどだな。授けん。もう一発回復しとくか。はい、任せ。よいしょ。ガツンと来るやつで行こう。はい。その命は確か。あ、くそ。めちゃくちゃ鬱陶しいな、こいつ。はい。楽にし、蝶と共に散れ、スタールインファントム。これで倒した。はい。通常攻撃で。いやー、死んだ。問題だらけなんだけど。回復が死んでないだけマシか。幼児ちゃんが。回復しとこう。はい。うっとうしいわね。どうしよっかな。ガツンと来るやつで行こう。はい、よしよし、よし入った。いい度胸だね。よし入ったけど。はい、もうじゃ再臨。沈黙よ、お待ちくだせ。みんな取り付け。くっそ、楽にした。蝶と共に散れ。本当にデバフうっとうしいな。
餌にかかる。ちょっとこいつ結構強くない？お別れの時って扱いを叫ん。バトル体験を2倍速ってこんなもん。もつれろ、どんどんもつれろ。もうちょい。天使を授けん。ナイスヒーリング。オッケー。やばいやばい。どうした？なぜなの？彼女は確かに。金箔は降臨する。不朽の戦区を携えて。性格を授けた者がそう言っていた。授けた者？剣道百王秘伝は成し遂げました。絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか。虫けらが。ああ、やっぱ絡んでくるんだ。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。はあ、残念。もっと観察したかったのに。王城の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるの。おお、いい顔してんね。おお、いいね。ああ、操られてた系のやつか。王人の皆様、改めて自己紹介させてもらう。あ、よろしくお願いします。ことは絶滅大会元老。ほう。こたびこの地を訪れたのはこの天守に混沌を呼び、自ら滅びへの道を歩ませるため。テルンがタリオンの絶滅大会。一体どういうこと。落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。どうしよう、もつれでいけるかな。ガツンと来るやつで行こう。おわかる。私が怖いの。へい、任せろ。知りづかい。よし。始めよう。はい。うっとうしいわね。よし。あの世に送ってやる。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファンタム。ガツンと来るやつで行こう。オッケー。これで。二倍速ってこんなもん。残り1。はい。どうしようかな。こう行って、こうで、はい、はい、任せろ。よし。しっかり。全体で、全体で。全員は終わり。もうじゃ再臨。君らはこの地下生徒し、君らに選ぶ余地はない。足りない。はい。リポップ。よし。いい度胸。バトル体験を改善し、2倍速ってこんなもん。とりあえずこの弾みたいなやつからやるか。よし。うっとうしいわね。はい。
あげる。ちょっと共に散れ、スタールインファントム。オッケー、次。よし、ラス1。はじめ、退け。はい、お別れ。天使を授けん。時期を読んだ。とりあえず回復だけしとこう。はい、任せ。よいしょ。はい、もう一発。始めよう。シリーズ。はい。鬱陶しいわね。よいしょ。私を楽しみ。もうちょい。いいか。よし。天使に目をつけたのは。はい。封縁でも聖書でもなかったことに感謝するがいいの。え、なん、どういうこと？我らは自らの手で壊滅を作り出すのが嫌いなのだ。君らに選ぶ。あの将軍はよほどわらわを見たいやめさせたかったらしい。そこまで期待されては仕方がない。拙いものだが披露させてもらおう。へえ、じゃああれなんだ、初壊滅を披露してくれんだ。ありがたいね。この役者どもと心ゆくまで楽しむがいい。なくそ、どっか行く気だこいつ。最後までやってけよ。体験を変え、ふん、2倍速ってこんなもん。やりかよ。ああ、間違えた、間違えた。償いたまえ。鬱陶しいわね。間違えただってよ。あの世に送ってやる。はい。ああ大丈夫、問題はない。知り尽く。はい、ちゃんと来るやつで行こう。よし。はい。なくそ。天使を授けん。助かったわ。楽にしてあげる。もつれまで治んだもんな。本当に優秀だな。ダーリンファントム。デバフ怪獣が本当にあまりにも優秀すぎるんだよな。ガツンと来るやつで行こう。はい。お別れの時だ。あ、間違えた。体験を、ふん、2倍速ってこんなもん。オーケー。もうじゃ再臨。私が怖いの。よし。ここは大事ない。いや。君らはこの生徒たち。君らに選ぶ余地はない。しつこい。よし。はじめ退け。はい。私を楽しむ。はい。回復しとこう。やっかよ、避け。時期を読んだいい治療だ。よいしょ。任せろ。へえ、リポップしや。はい。食材の時だ。よいしょ。はい。楽にして、ちょっと共に散れ。スタールインファントム。どんどん持ち込め。始めよう。大事ない。ねえ。鬱陶しいわね。めっちゃ狙われとる。倒しきれるかな。微妙だな。お別れの時だ。バトル体験、ふん、2倍速ってこんなもん。オーケー、戦闘終了。つまり今までうちらと一緒に行動してた帝運はレギオンの人間だったってこと？さっき帝運の体から出た炎は何？帝運の体は、あの子の体はどこに行っちゃったの？幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？わかるかな、ベルト。わからんよな。あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの機関にして七体君の一人、凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。
だがテイウンさんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。テイウン自体は生きてんのかな、どっかにいるみたいな話。新王子ちゃん、あ、それってつまり本物のテイウンは。すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上、俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。亡骸を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の独策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのかもしれない。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンのタイ君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先囚人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させようとした。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先囚を覆滅できるでしょうね。もう時間がない、急いで奴を止めるわよ。精査に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している道天林縁橋よ。さあ出発しましょう。なんというか、えらいややこしいことになってきたな。これも全部あれなのかな、カフカは分かってんのかな。そう考えるとえぐいけどな。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。